こんにちは、チョメです。1巻第2章のストーリーは前回終わったので、下の小課題っていうのをやっていこうと思います。ROCC の秘密。あと前回、魔法のマイルストーンを解放させたので、こんな感じにね、カエルチョコレートが大量に手に入っております。ROCC 局の ROCC の秘密ですね。どんな感じなんだろう。この場所、すごいと思わない?チョメ。誰一人としてじっとしていないわ。忙しいわね。ROCC って部署か、ずっと前から存在してたなんて未だに信じられないな。私もすごく幸せ。きっとちょっと見て回っただけでもいろんなことを発見できるんでしょうね。だってテキサスよりも大きいんじゃないかって思えるぐらいの規模だもの。そうだな、僕も知りたいことが山ほどあるよ。ちょっと歩き回れば何かわかるかもしれない。あ、授業課題みたいな感じですね。ニュースを読む、メモを奪う、ご入学を調べる。これ結構ね、大変かもしれませんね。こんな感じで、たくさんあるので。まあ、一個ずつやっていきますか、ニュースを読むから。星2でいいかな。ニュースを読む。私の論文の一つを購入してください。あなたが探しているものを見つけられるでしょう。新聞屋さん。いろんな記事が揃ってるの。情報だって自由になりたいんだ。世界ではいろんなことが起こりすぎて、どこから始めたらいいのかわからないよ。これだけのことを全部把握しておくなんてどうすればいいんだ。北に住む水中人についての記事を読んだか?その記事は俺が書いたんだよ。これはエネルギーもらっとくか。4分間。はい、質問に答える。クブラの編集長は誰?キンズリー・シャックル・ホルト、ゼノフィリウス・ラブグッド、バー、一番下は絶対違う。ゼノフィリアスだったかな?よくお会いしましたもんね。これは間違えちゃいけない。サイドクエストとか期間限定クエストをやってる人は。ストーリーだけだったらちょっとわかんないかもしれませんけど。あ、復讐みたいな感じですね、今の。どんな人でも読みたいと思う新聞が見つかるはずだ。最新のニュースを知りたいならうちに寄ってくれ。この新聞に未解決の呪いについて載ってたりするか?キュビラーに僕の探してる情報が載ってるかも。印刷するに値するいいニュースがあるよ。いろんな記事が揃ってる。最後はどんな感じでしょうね。餌とかでももらっておきましょうか。はい。避ける。これは集中みたいな感じですね。枠の中に入れれば OK です。このパジャマ、右下、見てください。スリッパ可愛いですよね。おお、なんか飛んできたのか。紙飛行機かな。これでね、どんどん集めていく感じになってますね。で、これでタップして、ここ、ROCC の秘密。これは必須なんでね、やらないといけないです。メモを奪う。おそらく私はこれらのメモから何かを学ぶことができます。おお、なんか、ジャンプしてる。取れるのか、それで。今まではこんなにもたくさんのメモが飛び交ってるなんて気づきしなかった。このメモのどれから何かわかるかもしれない。これタップしたらエネルギーが回復するから私はずっと前から気づいてましたけど。未だに何も見つからない。メンテナンスで問題でも発生したのか何も聞いていないが。でもこんなに多いとはね、知らなかったですね。ちょっと飛んでるだけかと思ってました。秘密の場所について書いてあるなら、その事実を書くとするはずだな。これは複数にわたって書かれたラブレターって感じだな。これは暗号で書かれているような。この辺はまあ必須課題だからちょっと星3とか実況しておこうかなと思っております。奪う。これ緑のところにね、一定時間止めてれば OK ですね。チョメのハイパージャンプが見れるでしょうか。ほうきとか持ってきたらすぐ飛べるんですけどね。はい、OK です。素晴らしい。さあ、チョメの大ジャンプ。取れた。これで本当に良かったのか。これシーン変わるのかな?なんか紙飛行機みたいな感じになってるノート。そっか、取って集めてるんだ。下に。最近はいろいろあるみたいだな。これは手がかりになりそうだ。なんだい?魔法ビル管理部の職員がこんなところに来るなんて今までなかった気がするが。これは魔法ビル管理部の仕事だよな。何も怪しいことはない。多分周りに溶け込んだ方がいいんだろうな。あれはちょっと変だな。ループになるのかな、そろそろ。エネルギーがもうなくなっちゃったな。
じゃあちょっと魔法のマイルストーンのこのプレミアムの方をね、ちょっと開放しようかなって思っておりますね。175。これはこっちの方にあるんですよね。シーズンパスっていう345購入。こういう時のためにね、取っておりますんでね。はい、OK、ゲット。これコインがカンストしちゃったんですよ。だからデートのやつ、どんどんやっておけばよかったなと、今ちょっと後悔しておるところでございますね。じゃあ、15かな。調整をするみたいな感じですね。デートが終わってない人は。祈る。これは、なぞればいいのか。はい、素晴らしい。175のエネルギーでもすごく大事ですからね。あと今星集めっていうのがあるからちょうどよかったです。はい、ジャンプジャンプ。これは順番があるわけじゃなさそうだ。これにはダイニングホールでエチケットのことしか書かれてない。このメモはちゃんと読まれてるのか。北で起こった事件について誰もが噂してる。そのメモにやたら興味があるみたいだな。まあ、ところどころなんか違うコメントが飛来した。流れてるね。これは魔法スポーツとして許可されるべきだと思う。ループになかなかならない。これは読むべきものじゃなかった。あ、ノートもらっとこうかな。はい、整理する。これは右と左に分ければ OK ですね。はい。このような感じです。仕分け作業です。やっぱりエネルギーがたくさんあるといいですよね。サクッと終わります。ちょっと待ってください。皆さん、これもらえないの？星集めのやつ。今は星をゲットってあるんですけど、溜まってますか？これなんか溜まってない気がするんですけど。だからこの ROCC のやつとかは溜まらないのかもしれませんね。次は路地にやってきました。マグルのゴミをよく調べる。答えはしばしばあなたが期待する最後の場所にあります。このゴミの山にはもっと魔法道具があったような気がする。なんだちょメモってるのは。どうして靴なんか捨てたんだろう。確かにこんなにも大きな靴は見たことないかも。このゴミの山は今動いた気が。入り口はうまく隠されてる。絶対に気づかれないな。このくしゃくしゃになった特別な、まあ一応ね、これも仕事ですからね、私のね。でもこういう仕事いいですね。集中、ROCC の本当、入門みたいな仕事。一緒にもう仲良くなりましたね、あの子と。気になるのが、私のキャラクターが女だったらどうなってるんでしょうね。男の子なのかな。これをどうやったら整理したらいいんだろう。結構変わる人は変わるんでね、コーリーとか。これを一緒にできたらよかったわ。切っても切り離せない仲になりそうね。こんな臭い匂いがされてもやるべきじゃない。このゴミに山には近づかないようにするわ。なんだか生きてるみたいな気がしない。ゴミの中にはどんな貴重な情報が見つかるかわからないわ。他にもゴミ箱に入れなきゃいけないものがあるのかしら。このゴミ箱を ROCC として。こういうね、実況も大事ですからね。本当に。裏でこうやって頑張ってるんですよ、仕事。速攻で行動する。ゴミなんて漁って何を探してるんだ。掘り出し物を探してるんだ。なくしたものが、ああ、見つかった。ゴミゴミって何のことだ。掘り出し物って言ったらみんな集まってくるような気がするから真ん中かな。ねえ、掘り出し物を探してるんだって言ったらさ、噂になってから仕事ができなくなっちゃうかもしれないから、探し物をしてるっていうのが一番でしょうね。パジャマでやってる私ずっと。はい、ゲット。扉を調査する。なんかすごい扉ですね。なぜ私がこのドアをきれいにするのかわからない。しかし、多分私は知るでしょう。これはまだ日本語訳がうまくされてない感じですかね。ROCC では先走らないことが重要だ。危険なことがあるからね。すごく重要なものがこの扉の向こうにあるんだろうな。明らかにこの扉には大きな意味がある。出なかったらこんなにも派手に飾られないよ。この扉はどれぐらい前に作られたんだ？それを磨きすぎないように気をつけるんだよ。この扉を作った人はあらゆる状況を予想してたんだろうな。扉は扉、今は気にしないことだ。まあ確かにね、そうやって言われたらそうだけど。でもポツンと置いてあるから気になりますよね。調べる。どうやって調べるんだろう。これはまた入れるやつですね。なんか綺麗ですね、右上とかも。はい、ゴー。ここで止めておきます。ちょん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 。
多分開けてもね、前が見えるだけなんだと思いますけどね。何か魔法を唱えたらどっかに繋がってるとか、そのような感じでしょうかね。そのうち全ての秘密が明かされるかもな。ストーリーを進めてたら分かってくるでしょう。この扉をきれいにするなんて無理だよ。すぐに汚れが溜まっちまう。その扉は意志を持ってるって話だ。閉じられた扉は開けないのが一番だ。もしかしてこの扉は全く違う建物に続いてたりして。その扉はいつか重要な存在となる。今は自分に割り当てられた事件に集中するんだ。 ROCC では先走らないことは。ここでもループになっちゃいましたね。実況では星2とかでもいいかもしれませんけど、今回はちょっと全てもうなんかいいね、ちゃんと掃除してるって感じ。でも私こういう仕事とかも結構好きですけどね。さあまだ続く。この新人はトラブルを起こしそうだな。なんか変な偏見持ってる人がいる。すごく重要なものがこの扉にある。じゃあ以下略ですね。じゃあちょっとタップしてもうサクッと星さんを集めておきます。これはまあ共感性にしようかな。はい、集中。はい、じゃああと一つですね。星3個集めたら進めます。世界地図をよく調べる私たちの便利な地図について少し教えてください。この地図を初めて勉強した時のことを覚えてるよ。嬉しい反面圧倒されたな。まさかトラブルを起こしてないだろうな。目の前にあることに集中することを学ぶんだ。圧倒されるだろうが心配はいらない。そのうち慣れて何とも思わなくなる。これはこの先すごく大事な道具になる。 ROCC は謎めいた場所だよ。ああ若さとはいいものだな。こっちにしようかな。餌は大量にあるから。はい、整理する。これも簡単ですね。13秒しかないっていうのがあれですけど、昔はもっと余裕があったんですが。こっちか。はい、 OK です。慌てずやれば必ずね OK だと思います。じゃあちょっと回復してきますね。この世界は思ってた以上にいろんなことが起こってるんだな。少しだけ回復してきました。ホグワーツの近くに未解決の事件があるみたいだ。その扱いには気をつけるんだよ。それは何度見ても飽きないよ。 ROCC の最古参の職員が雇われた時はもうすでにその地図がここにあった。魔法界は大きくもあるし小さくもある。そんな考えに至るなんて思いもよらなかった。この場所全部を訪れることはできるかな。これは餌にしようかな。はい、集中です。これは輪っかの中に入れれば OK です。あと残り星一つです。結構授業課題大変になったかもしれませんね、今までと比べたら。はい、未解決の事件がこんなにもあるぞ。まさかトラブルを起こしてないだろうな。この地図を初めて勉強した時のことを覚えてるよ。嬉しい反面圧倒されたな。圧倒されるだろうが心配はいらない。そのうち慣れてきて何とも思わなくなる。これはこの先すごく大事な道具になるよ。 ROCC は謎めいた場所だよ。もうちょっとね、星をゲット。10ポイントだけ取っておきます。これね、クリアしてもなんか反映されない感じですけどね、今後はなんか反映されるようになるんでしょうか。はい、質問に答えよう。 ROCC の地図を見ることで仕事に関連する重要な情報を得ることができる。その情報とは、進行してる場所かな、真ん中、捜査中の事件の現場か。進行してるってリアルタイムだからもっといっぱい出てくるか。これはかなり勉強になりましたね。あと結構ね、休憩しながらやったので左下を見れてなかったっていうのも範囲ですけどね。ゲット。これでね、全て終わったのでちょっと報告に行ってきます。いろいろ情報を集められたみたいね。私も面白いことが分かったわよ。それなのにこの場所にはまだまだいろんな謎が隠されてるって気がしてならないわ。とりあえず今はこれで十分だと思うよ。君の言う通り調べなきゃいけないことはまだまだたくさんあるけどな。ええ、この仕事はかなり神経を使いそうね。フーバーに靴下を履かせるぐらいに。
でもいろいろ見て回ったからさっきよりは心の準備ができると思うわ。それに二人一緒ならどんな仕事だってこなせるわよ。 ROCC の秘密完了しました。ゲット。残りはこの三つの中から二つ選んでクリアすれば OK だと思います。これいつでも受けれるやつだと思うんですよね。このような感じで散歩する。とりあえずやってみることにします。一緒に散歩に行かない？誘われました。散歩に。3本のほうきの家主になってからもう人生の半分以上が経つわ。ホグズミートは本当にいい場所だな。ここに初めて来たのはずっと前なのについ最近かのように感じる。ラスメルタがここにいるってことは誰が3本のほうきの店番をしてるんだ。これは誰が空にしたんだろうか。ここにはもう何年も住んでるのに今でも散歩中に新しい発見があるの。家主っていうのは大変なのよ。私の苦労なんてあなたにはわからないでしょうね。実際やってみないとわからないかもしれませんね。お、ノートだ。なんか同じ人が歩いてきてませんか、これ。質問に答える。ホグズミートに住んでいるのは誰？これマグルは絶対住んでないと思います。だから真ん中じゃない？魔法使いと魔女のみ。これはいい問題ですね。だからもう気軽に魔法も使えますね。ゴドリックの谷だったら魔法見られたらまずいのでね。あれ、同じシーンだ。一日に何人の魔女と魔法使いが本通りに来るんだろうか。わあ、ホグズミートがこんなにも綺麗な場所だったなんてすっかり忘れていたよ。いいお店がたくさんありすぎてどこから始めたらいいのかわからなくなってきました。子供の頃ゴミ箱は腹をすかした魔法生物だと思ってたんだ。鼻食いつきティーカップを返品したいんだ。こんなにもしつこく食いつくとは思ってなかった。ホグズミートは相変わらず。これは15にしておこう。おお、なんだなんだなんだ、買い物しすぎちゃったか。村人を手助けしよう。これ失敗しちゃったらどうなるんだろう。物落としちゃうのかな。おお、私のおかげで荷物が救われました。何が入ってたんでしょう。最新ニュースを聞く。ここで聞けるのか。そろそろ新しいニュースを読まなきゃ。新聞勝手に取っていいの？購入したのかな。ちゃんとしたニュースを読みたいならキュビラーを買うといいわ。これは1日にいくつぐらい売れるんだろうか。ハニーデュークスのお菓子を全部味見したっていう人はいるのかな。ニュースなんて読まないよ。くだらないやつかめちゃくちゃ怖いやつしかいない。ちょっとごめん、そこにあるものを取りたいんだ。続きをやろうとログインしたら突然ね、3つ目の星がたまりました。先ほどのやつ残り1で止めた感じでしょうかね。新聞を読んでおります。まだまだちょっと時間がかかりますね。記事のためにインタビューを受けたの。6ページ目に載ってるから読んでみて。じっと見てると新聞の用紙の形が浮き上がってることがある。今日初めてホグズミードに来たんだ。いろいろあって目移りしちゃうよ。記事になってるからって何でもかんでも信じちゃダメよ。砂糖羽ペンを10本以上買ったの。こんな甘い話はそうそうないもの。叫びの屋敷から不気味な音がしてるっていう通報がまたあったんだ。君はホグワーツの伝説に会えるなんて信じられない。この商品の値段はいつも以上に。じゃあ勇気でももらっておきましょうかね。はい、ページをめくる。はい、すごいびっしり記事が書いてありますね。写真じゃなくて文字しか書いてないですよ、この新聞。すごいです。これ以下略なのかな。ちゃんとしたニュースを読みたいならクブラーを買うといいわ。ゾンコは砂糖羽ペン。なんかもう以下略になりましたね。じゃあサクッとやってみます。集まりました。このクエストいつでも受けれるんだったら今後はこの部分はカットしようかなと思っております。ちょっとね、初回なのでわからないので実況しておりますけど、何度もねストーリー外でも受けれることができるんならこの辺はね省略していった方がいいかなと思ったので、ちょっとこの後またできるのかっていうのを見てみます。一応これ星5個集めたんですよね。ただ今星集めでプラス50ポイントとかもらえるのでそれもいいかもしれませんけど、
はい、カエルチョコ開けて。ホグズミート。こんな感じにホグズミートにおける魔法の課題。何回も受けれるみたいですね。じゃあちょっとね、他の一つに関してはカットします。ちょっと裏で集めておきますね。一応見ておくか。1時間だったら、今ちょっと星がないからね。これでちょっと開始して、同じような感じになるのかっていうので。あ、いつでも受けれます、皆様。各自で見てみてください。一緒に散歩に行かない？両課題が3分の3になったら右上、次へっていうボタンが出てきました。押します。これでね、第2章完了、新社会人の意気込みです。褒美は以下の通りです。ゲット。次回、第3章、上司をやっていきます。ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。